成しよう。私も。コンセントレーション受け取りました。無欠の封印術なんですが、ここから支援します。どうか井戸君を。陣から大きく離れられないでしょう。できる限り持たせますが、時間との戦いになります。全ての力を出し切り勝ってください。これが正真正銘最後の戦いだ。いっけー、元気いっけ、旅なんてしない。やっはっ、元気、マハムイトオルカ、創精神をかたどった詩吟の理由、破壊と再生をもたらし生命の進化を促す大いなる存在、神による破壊のサイクル。人が干渉するのは極めて愚かな行いかもしれません。それでも、それでも僕は空の人々の可能性を信じたい。世界は進化し、より良いものになっているのだと。自身を15年間その身に封印していた真の勇士です。そんな君がたった一人の人間をも救えないのであれば、僕は僕を呪うでしょう。星の民である僕の思いと絆の尊さ、新たな世界のありようを教えてくれた空の民に報いたい。進化の性質を持つ彼らがより美しい未来を築くための橋渡しとなりたい。それが僕の望みです。星の民の不始末は同じ星の民である僕にも責任がある。神の犠牲となった空の民たちを見捨てはしない。この強さ、やっぱり普通じゃないわ。こっちも何か強力な攻撃ができれば。なら、目には目をつけた。ルリア、こっちもバハムートを呼べねえか。少し行こう、時間をください。今の感じでよかったな。ああ、さすがだな。終末の光、破局をもたらす神の手、神羅万象の断りを超越する力を持って、今このまで空の全てを破壊するつもりか。それがお前の望むことなのかよ。違うだろ。この一撃です。力の進展が止まった。しかしこれではまだ。やろう。
ぶっ放してくるつもりだ。みんな、私のところへ集まってください。みんな、ルリアの元へ、それ私がみんなを守ります。そのものを核にして封印していたのか。リド君のこの姿は人の身に破壊神を宿した家の、したがって存在権の主従は未だリド君にある。であれば希望はあります。肉体が分離している今、リド君とオルタの霊的なつながりを立てれば。いつまでいじけてんじゃねえぞリド。このまま世界をぶっ壊しちまったら、手前の心も気持ちも全部嘘っぱちだったってことになるんだよ。決める、アセンション。当然でしょ。なんだと。これはオルタが存在権を塗り替えようとしている。神様まで井戸を利用しようってんのかよ。よし、井戸、自分で言ったことは最後まで貫き通しなさい。ルリアちゃんを守り抜いて証明するんでしょ。イリスに利用され倒したまま終わっちまっていいのか。そうはならねえって自分で言ったんだろうが。構うな。ちげえね。とことんまで面倒見させてもらうかんな。逃げろ逃げろ逃げるものか。ここにいる全員は仲間を見捨てたりはしない。決して。どうすなよ。追撃する。気張ってけよ。了解した。注意しておいて。助かったぜ。戻ってきて。もう大丈夫。ただのそれ。大丈夫だ。本当に。リオン。
リド君とオルタのつながりは完全には断てていない。しかし人の姿を取り戻した今が最後のチャンスです。俺はもう何が本当で何が嘘かわからない。諦めんじゃねえ。空のためにバカ力で何もかも守ろうとしてるのがお前だ。守り抜いて証明するんじゃなかったのかよ。自分の本当の気持ちってやつを。どうこだわりゃ。自分自身の気持ち、心の中の思い、それこそが井戸さんで、他のものでもない本当の井戸さん自身。この力でソラもルリアもお前たちも。あの空間に開いた穴は、そうか、オルタが本来存在している空間のゲーム核であり、より代となる肉体を喪失したオルタはこちらの次元に定着し続けられない。ここが最終局面です。ああ、こいつを倒しリリスとの反省にケリをつける。お前は気に食わないだろうが、俺に与えた竜の力、せいぜい利用させてもらう。こんな状況だというのに、不思議と焦りを感じないもの。俺たちは歴戦の気空師だからな。どんな困難も力を合わせてくぐり抜けてきた。いろんな人と出会って、いろんな敵と戦ってきたわね。こちらはこの空域なの。俺は感謝してるぜ、団長と。お前たちと空の旅ができていることによ。私も同じだ。空を守るため必ず勝つ。私たちの旅はここで終わりません。やっちまおうぜ相棒。でもってみんなで前で旅の続きで私も続きます。決めるアブソリュートゼロ。さて、次に行こう。偽物じゃない。間違いなく本物の俺自身だ。資源の竜、闇の炎の子、何時の名は。オルタは核を失い、別次元の空間へと落ちていきました。なんとかなりましたね。世話をかけた。それじゃあグランサイファーに戻ろうぜ。まだだ。出てくる。
ぎますよ。ご心配なく、すぐに戻ります。よかった、無事みたいです。こんにゃろー勝手に突っ走りやがって。戻ってこれなかったらどうするつもりだ。ゴーランですよ、ディーク。無事なのか？どこにいんだ？どこでしょう。とても遠く？おい、ふざけてる場合か？バハムートを封じ込めた空間。次元の狭間とでも言うべきかしら。でもこうして通信が届いているということは。いえ、残された時間はわずかでしょう。じきにこの通信も途切れてしまうかと。内側からゲートに干渉できないとは誤算でした。なんとかならないの？ああ、落ち着いて。まあそう心配しないでください。僕は便利屋ですよ。自分のトラブルくらいなんとかしてみせます。お任せあれ。ローランド。そうですね、僕が戻るまでの間、ホルカのみんなのこと少し気にかけてもらえると嬉しいですね。こんな大変なことになってしまって、みんな不安に。最初にたどり着いてローランさんと出会った町ですよね。償わなければ。お、母上の分も俺が。まあそう気負うもんじゃねえぞ。そうだ、君の力がなければどうなっていたか。井戸さんがみんなを助けてくれました。井戸さんはずっと世界が良くなると思って戦っていたのを私は知ってます。だから償うとかじゃなくって、大変なことはありましたけど、空の世界はより良くなったと思いますよ。行ってみましょう、ポルカへ。だな。Thank you.
せてくれ。特にお前たちには。神器くせえな。気にしてねえって言っただろ。少なくともここの連中はな。グランデ空域はエインステッド軍とフォルカに向かって全速前進だ。私を助けてくれました、ありがとう。ローランさんにもちゃんとお礼言わなくっちゃ。新たな空、ゼーガグランデ空域、そこで私たちはいくつもの絆に出会った。追いかけ続けた家族という願い、時とともに空へ抱いた温かな希望、そして失って手繰り寄せてもう一度つないだ私とルリアの大切な絆。この空の物語はまだ終わらない。あの人はきっと私たちを待ってくれているから。私たちの旅もまだまだ終われない。空の果て、約束の地、イスタルシアを目指して。